5人の軍隊は、1969年製作の、マカロニウエスタン。革命時代のメキシコを舞台に、政府軍の現金輸送列車を襲撃して莫大な、砂金を奪取しようとする5人の様々な特技を持つ、プロフェッショナルたちの活躍を描いたアクション映画。日本でのビデオタイトルは、列車襲撃大作戦、5人の軍隊。革命時代のメキシコ。元極芸師のレイスは、 雇い主のダッチマンから報酬1000ドルの仕事があるので、人を集めて来いと持ちかけられる。怪力自慢の名手と、ダイナマイト使いの名手、オーガスタス、剣の達人の東洋人侍の3人を集めた、ルイスは、ダッチマンが待つ場所へ向かう。そこで4人は、ダッチマンから仕事の内容を初めて聞かされる。それは、政府軍の活動資金となる五十万ドルの借金を積んだ列車を襲って、 砂金を強奪、革命軍に提供するというものだった。しかし、軍の列車は数十人の兵士と機関銃に守られ、大砲までも備えた、まさに走る要塞とも言うべきもので、しかも列車の進む路線の各所に兵士たちが護衛を固めており、計画の実行は容易なものではなかった。しかし、5人は持ち前のそれぞれの特技を活かして、 一見不可能と思われるこの計画を実行に移す。ありがとうございます。